今日はね、本の紹介です。童話の会長殺人未遂事件。この本、ちょっと以前の動画でもね、触れてたんですけど、ちゃんとね、説明してなかったんで、改めて今回の動画でご紹介しようと思います。この本が出たのが2016年。で、本って言ってもね、100ページに満たない、まあ、いわばブックレットみたいなもんなんで、これ Amazon で売ってるので、ぜひね、買ってお読みいただければと思います。この殺人未遂事件って何かっていうとですね、話はね、2010年ぐらいに遡るんですね。その時にね、解放同盟岐阜県連合会の委員長が石井照夫っていう人だったんですけども、その石井照夫が亡くなってしまうんですね、事故で。草刈り機、大型の草刈り機でが転倒して、その下敷きになって亡くなってしまうんです。で、その後、その委員長はまあまた別の人になったんですけども、その大垣支部の支部長、支部長の地位をその、息子の石井亮也っていう人が継ぐんですね。ところがその後ですね、いろいろとあって、その石井亮也というその大垣支部の支部長が殺人未遂事件を起こしてしまうと。この殺人未遂事件っていうのはなかなか凄まじくてですね、その支部員のね、下條っていう人に、そのまあ、自分の会社にね、自分が経営している会社の役員で、もう、うざった奴がいるから、そいつを殺してほしいということを依頼するんですね。で、その下條が取り継いだのが、元警察官の人。で、その元警察官が、まあ、借金があって金に困ってたんですよね。で、その人に、石井亮也がお金を出すからということで、殺人を依頼すると。その支部員の仲介でね。そして、まあ結局その殺人っていうのはね、まあ相手にもうかなりの重傷を負わせるんですけども、殺すには至らなくて、それで殺人未遂ということで、まあ立件されて、摘発されて、まあ関わった3人が捕まって、で、懲役何年だったかな、まあ実刑判決を受けてしまうということがあったんですね。で、その裁判を傍聴したんですよ。まあその解放同盟の大垣支部の支部長が殺人未遂事件を起こしたぞっていう情報があって、で、まあちょっとこれを香ばしい事件だったんで、まあ何の気なしにね、裁判傍聴しに行ったんですよ。で、そしたらもう一発目からこれがすごくて、まあ証人がポンポン出てくるんですけども、その証人の話っていうのがね、その、亡くなった親父さん、石井照夫さん、事故で亡くなった親父さんが、父はそのブラック解放同盟の委員長だからですよ。だからそのヤクザだとかそういったものといろいろ付き合いがあったと。というようなことをね、一発目からそういう証言が出てくるんですよ。題名の由来になっている童話の会長っていう言葉なんですけども、これは殺人未遂事件の実行犯である元警察官の奥さんが言ったことなんですね。童話の会長さんが、借金の肩代わりをしてくれるみたいなことで、そこで童話の会長っていう言葉が出てくるわけです。この言い回しというのがね、いかにもっていう感じがしてね。でも、それから周りに出てくるのは、本当ヤクザや反社会、勢力です。で、さらに驚くべきなのが、この石井照夫っていうブラック解放同盟岐阜県連合会の前の委員長、葬儀の時にパンフレットが配られて、それには1946年だったかな、戦後間もない頃に、大垣市の南若森の部落で生まれるから部落出身みたいなことが書いてあるんだけども、南若森の動画で言いましたよね。あそこは伊勢童話地区です。部落でも何でもないです。まあ、強いて言うのは記録にあるのは日の出町なんですよね。で、南若森っていうのは本当に全く部落でも何でもないのに童話地区指定されてるんですよね。で、しかもですね、その石井照夫はですね、南若森の出身っていうのは嘘なんです。本当は大垣市のね、別の、本当に全く部落とも何の関係もないところの出身なんですよ。これ、複数の人が言ってるから間違いないです。で、おそらくその息子がね、解放でも委員長になれなかったのも、それが関係してるのかもしれないのかなと。もうそれは周囲にはね、その、東海なんでね、やっぱ行動会系のヤクザの火事がいっぱいちらつくんですね。まあ、本人というか、その、石井亮也の方、息子の方は、いやいや、そのヤクザの付き合いはないって言うんだけども、その、裁判の中ではね、そういうヤクザの、その、パーティーみたいな、集まりみたいなのに一緒に行ったみたいな、そういう証言が出てくるんですよ。ただ、まあ、100歩譲ってもね、僕は元ヤクザだったと思います。付き合いのあるのは。で、石井照夫自身も、童話になるか右翼になるかっていう選択をして童話を選んだっていうんですよね。で実際、まあその
解放党の委員長になる前は、なんか右翼の街宣車なんかも運転してたみたいな、そういう証言もあるんで、まあとにかく周囲は反社会的勢力の影がつきまとうと。で、その部落出身では嘘っていうのも結構ね、裏杖となるものがあって、過去の電話帳のね、店長記録なんか見るとね、なんか途中からね、南若森に転入してるんですよね。で、その特措法が切れた2002年ぐらいになったら、急になんかまた転出してるんですよね。だから、僕はその部落出身が嘘っていうのは、もうこれほぼ間違いないです。で、わざわざその解放同盟の委員長、どうはっていうことで箱をつけるために、南若森に移ってきたんでしょうね。で、この石井輝夫がですね、その、まあ、会社を経営してるんですね。会社って言っても、ね、やってることっていうのはほとんど大垣市からの、まあ、公共事業なんですけども、まあ、大したものではないです。その道路の周りのね、草刈りだとか、側溝の修理だとか、そういうちょっとした業務、随契約でできるような、まあ、50万円以下の、そういう仕事をちょくちょく大垣市から受けてたんですよね。で、そこに関しては、やっぱし、その、童話の意向という背景をした人の癒着はありますね。あります、確実に。はい。とにかく、大垣市っていうのは、やっぱその童話に対する怯え方っていうのが、凄まじいんですよね。で、その、童話対策の、ね、貸付金なんかもあるんです。で、ここでもね、貸付金って言ってもね、だいたい南若森っていうのは江瀬童話地区なんで、もちろん無茶苦茶です。部落民のための貸付金じゃないですよ。解放同盟関連の、もう利権ですよ、これは。その、まあ、大垣のね、人間じゃなくても、まあ、その、一時だけその、南若森にね、住所を移して、それで貸付金を出したとか、まあそういうこともしてたっていうことですからね。で、しかもなんかその証拠となるようなね、書類まで見せてもらいましたからね。そしてその石井輝夫が事故で亡くなった後に、その会社もね、ちょっとまあ言ってみればね、ちょっと乗っ取るというか、その会社を意のままにしようっていうような人が役員に入って、まあそれがやっぱり石井亮也がもう邪魔だと思ったのか、その、もう殺してしまおうっていう話になるわけです。だから、この話をすればね、もう解放同盟ってね、解放運動をするんじゃなくて、なんかもう反社会組織なんですよ、完全に。これね、まあ、この裁判の中で、まあ、裁判員裁判なんですよ。結構、まあ、重大事件なんでね、凶悪犯罪なんで。我々も、最初1回しかね、傍聴する気なかったんだけど、あまりにもね、斜め上な事件になったんで、本当に全部傍聴したんです。で、事件の経過というものがね、その裁判の中で出てくるんだけど、もう、その裁判員とかね、裁判官のこう頭の上にこう派手なマークが飛び交うような状態なんでね、え、何なんだってこれはっていう、多分みんな同じ心境だったと思います。裁判員からものすごい神発言が来るんですね。ブラック解放同盟っていうのは、ブラックと関係ない人でも入れるんですかっていうね、そういうね、ド直球な質問を裁判員がするんですね。もうこれナイスだと思いました。まあ、その後のやりとりっていうのはね、ぜひ本を見ていただきたいと思うんですけども、部落に関する不正とかね、そういうのは一部の人がやってるんだとね、ほとんどの部落民には関係ないんだっていうようなことを、まあよく言うしね、そういう一部のやってることをこう全体に広げるのは差別だっていうようなね、人言うんだけど、これ、県連の委員長、息子がやってたことですからね。一長か、とにかく委員長が衛生童話ですからね。その、県連ぐるみで解放同盟がやってるのを一部の人って言うのかっていうところなんですよね。で、いや、部落の人は関係ない。部落の人を悪く言うのは差別だって言うけど、いや、それあんたが言うことじゃないでしょ、と。その、確信犯的にね、分かってて、その、部落とも関係のない奴が委員長になって、それで、エセ童話行為を、その、県連ぐるみでやってる人が、そんな、ブラックの人を差別してはいけないとか、どの口で言うかっていうことでしょ。で、まあ、県連なんでね。で、中央本部の人間も、まあ、関わってるわけですよ。その知らないわけないでしょ、こういう実態をね。なんか、人天連の人とか、童話会の人なんかもね、石井輝夫はエセ童話だってこと知ってたからね、中央本部も知らないわけがないはずで、まあ多分もう言えなかったんですよ。だってそんな県連ね、丸ごとエセ童話なんて言ったらね、解放同盟の正当性というのが問われるんで。で、前のね、南若森の動画でも説明したんで、驚くべきことにね、何の事情能力もないです。はい。相変わらず、
解放同盟の大垣支部っていうのはその堂々とね大垣の市の施設に入ってて、で何も反省もないですね。何かしらそこで変えていこうっていうこともないし、だからまあそこあたりがまあ童話の闇というか、いかに自浄能力がないかと、でどんな無茶苦茶やってもやっぱりもううちぐらいですよね、こういうことを堂々と書けるのは。でこの本書いてることもう全部本当ですか、事実ですから、もうこんなことが日本にあるんですよ。ぜひねこの本読んでいただきたいと思います。この童話と暴力団、反社会勢力の関係っていうのはこれわかるし、まあその言ってみればもう岐阜に関してはもう解放同盟時代が反社会的勢力だっていうのもこれでわかるという、まあそういった本です。はい、もう本当のことだし、まあ、税金でもらってるような団体なんで、まあ公共性ありまくりなんで、もうそのことで我々全然名誉毀損で訴えられたりしてないですし、ぜひねこれね、学習の一環として読んでいただきたいと思います。ということで今日は本の紹介でした。